では、被告記名ネフ、証言を。マリサノビッチ裁判長、私はドイツのスパイではありません。私は無実です。霊夢林証人。マリサノビッチ裁判長、私は記名ネフがドイツのエージェントと接触しているところをこの目で見ました。嘘だー、霊夢林、君と僕とは親友じゃないか、なのにどうして。そんな嘘をつくんだー。記名ネフ被告、静粛に。それでは判決を申し渡します。被告記名ネフを銃殺刑に処す。うわぁ、助けてくれー、俺は無実だー。じゃあ。皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。おい、うつ主、どうしたんだ。目回しちゃってるわよ。は、マリサノビッチ裁判長、私は無実です。おいうつ主しっかりしろ。何を寝ぼけてるんだ。あ、夢か。それにしても嫌な夢だったな。どんな夢見たの？無実の罪で銃殺刑にされました。霊夢林が偽証したせいですよ。マリサノビッチ裁判長も私の訴えに耳を貸してくれませんでした。霊夢林にマリサノビッチ。そりゃあれだな。そのロシア名からすると、その夢はスターリンの大粛清の夢だな。この夢には何か意味があるのでしょうか。よくはわからんが、それは警告夢かもしれないな。霊夢じゃないの？わらわら。残念ながら霊夢ではなさそうだ。わらわら。警告夢の中には、すでに起こった悪いことへの、警鐘を鳴らしているというものもあるそうだ。ということは、あの大出生のような大惨事が、再び起きる可能性があるということでしょうか？さすがにそんなことはないとは思うが、ウクライナ侵攻以来、プーチンはスターリンの再評価を進めているという報道もあるし、他にもアジアの某大国もそういう体質だから、ないとは言い切れないかもな。そんな、恐ろしいことを。マリサ、私、大出生、って知らないから解説して。ああ、そうですね。お願いしますよマリサさん。大出生、は文字通り大変規模の大きな事件、だから、どこまで迫れるか自信はないが、とにかくやってみるかな。マリサよろしくね。それでは、ゆっくりしていってね。さて始めるとするか。よろしくです。まずは一般的に言われる大粛清の定義から。大粛清とは1930年代、ソ連共産党書記長ヨシフ・スターリンが行った大量処刑、強制収容所装置に代表される政治的弾圧を指す。ふんふん。とまあ、一言で言ってしまえばそんなところだが、大粛清の実態は多くは謎のまま、と言ってもいい。まず、大粛清の犠牲者の数が、諸説あり判然としない。ソ連崩壊後、大粛清の実行機関である NKVD が、1953年に作成した統計資料が公開された。それによると約68万人が処刑されたことになっている。これは NKVD が認めている数字だから、最小限間違いない数字だろうが、実際の数字がこれよりも多いことは間違いない。では大きい方の数字はというと、700万や1200万、さらには著名な作家であるソルジェニーチンが主張した6670万人、果ては1億1000万なんて説もある。1億人も粛清されたの？まさかとは思うけど。さすがに後者の説は荒唐無稽すぎて草が生えるが、本当の数は闇の中ということだな。なるほどね。大粛清の原因についても、ウィキによると、スターリンの絶対的な権力掌握と猜疑心が主な原因となっているが、それだけでこのような身の毛もよだつ殺戮の嵐が吹き荒れるものだろうか。何か甲賀天皇行く理由がありそうなものだとも思うのだが。さらに言えば、史上最大の暴君と化したスターリンに対するテロやクーデターといった抵抗が起きなかったのはなぜか。その他もろもろ謎は尽きないのぜ。なるほど。それらの謎にこの動画で迫れればいいのだが。まあ話に入るのぜ。まずは、大粛清の前史として話は、ロシア革命まで遡る。時はまさに第一次世界大戦真っ最中の1917年2月、ロシア帝国の首都ペトログラードで発生した労働者のストライキは、瞬く間に全市に広がり、戦争反対、皇帝打倒を訴えるデモへと発展した。
皇帝ニコライ2世はデモを鎮圧するため軍隊を出動させたが、あろうことか出動した軍は労働者の側につき、ニコライ2世に対し反旗を翻したのぜ。おお、わくてかな展開。混乱の中、3月2日、自由主義勢力を中心とする臨時政府が成立。臨時政府から退位を求められた皇帝ニコライ2世は、翌3月3日に退位。ここに300年続いたロマノフ朝ロシア帝国は崩壊した。なんか随分あっさりと潰れちゃったわね。まあロマノフ朝ロシア帝国は日露戦争の敗戦、度重なる反乱、第一次世界大戦の疲弊などでいつ崩壊してもおかしくない状態だった。ペトログラードのデモはそのきっかけに過ぎなかったんだな。それより問題は帝政崩壊後だ。臨時政府が成立したもののその権力基盤は極めて脆弱であり、政権の座をめぐって上記の勢力たちが、李豪周さん、クンズホグレツ、アビ教官の争いを繰り広げた。しかもその間も、ドイツとの戦争は継続中という、もうわけのわからないカオスな状況となったのぜ。なんかカオスすぎて空中分解しそうわらわら。以後もドイツとの単独講和や内戦など混沌とした状況は続くが、本動画の趣旨からは外れるので割愛させていただきます。手抜きだな。わらわら。うるさい、先を急ぐぞ。結局このカオスで生き残ったのは、ウラジミール、イリーチ、レーニン率いるボリシェビキ、後のソ連共産党だ。レーニンは1917年の10月革命をボリシェビキ主導で成功させ、1918年の時点ではボリシェビキによる一党独裁をほぼ達成したと言える。さて、問題はここからだ。なになに、どういうこと？権力を掌握したレーニンが起こした行動は、およそ想像を絶する凄惨なものだった。うわぁ、聞きたいような、聞きたくないような。ふふ。ではご要望にお答えして。レーニンは、赤色テロ、を実行したのぜ。うん？何ですか、それ？赤色テロ、の定義は諸説あるが、ここではシンプルに文字通り赤い、共産勢力によるテロ、と言っていいだろう。つまりレーニンは、プロレタリア独裁を確固としたものにするべく、反対勢力を、物理的、に排除したのぜ。物理的、ってまさか。まあそういうことだ。レーニンは、地主階級、富裕層、旧ロシア帝国関係者をはじめとする反対勢力たちを、人民の敵、とレッテル貼りして処刑した。この、赤色テロ、による犠牲者数は、一説には10万人を超えるとも言われているのぜ。この、赤色テロ、の実行部隊が1917年12月に設立された秘密警察チェイカーだ。チェイカーには裁判を経ずに刑を執行する権限が与えられていた。チェイカーに目をつけられたが最後、罪があろうがなかろうが、問答無用というわけだ。ひえー、超怖い、もうこの時点で大粛清じゃないの。慌てるな、これはまだ前世だぞ。それにしても国家権力が裁判抜きで、簡単に自国民を処刑するなんて。これはイデオロギーを絶対視する、全体主義国家の病巣と言うべきかもしれないな。さて、早々にプロレタリア独裁の恐ろしい一面を見てしまったわけだが、これはまだ100万歩譲って、革命後の混乱期独特の事象と言えないこともない。フランス革命におけるロベスピエールの例だってある。だがことは、赤色テロ、だけでは済まなかった。続いてレーニンはボリシェビキ内での党員総点検を行ったのぜ。それは何？今までの赤色テロは党外の反対勢力に対する弾圧だったが、今度は味方であるはずのボリシェビキ内にまで弾圧の手を伸ばしたのぜ。レーニンは党の分裂を恐れ、1921年の党大会で党の統一に反対する者は変更として除名するとした党規約を決定した。これはまあいわゆる民主集中制の一層の徹底といった感じかな。民主集中制って何？民主主義的中央集権主義の略。要は上の言うことには絶対に逆らうなということ。共産党の行動規範で、日本共産党もご多分に漏れず採用している。まあ民主って言っているのと裏腹なシステムなのはわかるわね。でも、赤色テロと違って除名ぐらいならまだマシじゃない。甘い、レーニンがそんなやわい玉かよ。知らにゃんわらわら。レーニンは党内の反対分子にも情け容赦なく牙を剥いた。結果、党員の中からも多数の犠牲者を出すことになった。この表は最初に触れた1953年のエヌカーベイデイの資料だが、1921年だけでも9700人が処刑されている。このうち、党員総点検の犠牲者がどのくらいの割合かはわからないが、相当数を占めているのは間違いないのぜ。
この党員総点検、ロシア語ではチーストカというのだが、このチーストカを訳すと粛清となる。ってことは、そう、大粛清はこれよりもはるかに大きい大弾圧という意味が含まれているのぜ。それにしても敵のみならず味方まで弾圧の対象になるなんて、これじゃあこの国で安心、安全に暮らすことなんてできないじゃない。全国に秘密警察の網が張り巡らされ、密告が奨励されたこの国で、安心して暮らすには権力の頂点に立つ以外に方法はないだろうな。私、日本で本当に良かったわ。もう一度表を見てほしいのぜ。この表は1921年から1938年までのいわゆる政治犯の数を表している。これを見ればわかる通り、数の増減こそあれ常に一定数の政治犯の逮捕、処刑が執行されている。つまり、大粛清は突然変異的に発生したわけではなく、ソ連というプロレタリア独裁国家にもともとその素地があった、ということだと思うのぜ。さて、ここまでが前史だ。これを踏まえてこの先を見てみるのぜ。よろしく。1924年1月21日、脳梗塞で長患いをしていたレーニンが亡くなった。最高権力者の死には、当然のことながら後継者争いがおまけでついてくる。この時も、後継者の座をめぐって暗闘が繰り広げられたのは言うまでもない。後継の最有力候補は、ヨシフ・スターリン。ついに出たわね。この頃スターリンは党書記長として、病気のレーニンに代わり実務を切り回し、事実上実権を握っていたと言ってもよかった。じゃあ順当に行けば、スターリンが後継者ね。いやいや、そんなに簡単に決まっちゃ面白くないじゃないか。いや、私たちが面白いとか、そういう問題じゃないんですけど。実はレーニンはスターリンのことを全く信用していなかった。レーニンはスターリンを長年側近として見る中で、彼の人間性に不信を抱くようになっていた。死期が近いことを悟ったレーニンは遺書を口述筆記させた。その中でスターリンについても触れている。スターリンは書記長になってから際限なき権力を手中にした。彼はあまりに粗暴だ。スターリンを党書記長職から他に移し、より優れ、忠実で、思いやりのある人物を任命するよう考えるべきだ。ああ、こんな遺書があったんじゃ、スターリンは後継者にはなれないわね。それにしてもあんな残虐なことしたレーニンに思いやりのある人物、って言われてもな。ははは、ほんとだな。まあこの遺書については後に触れるとして、まずはレーニンの葬儀の話から。権力者の葬儀というのは、それを主催した者が後継者になる、というのは歴史上よく見られる。今回も誰が主催するのかだが、候補者は二人。一人はスターリンだが、もう一人はこの男だ。レフ・トロツキー。ふんふん、どんな人？トロツキーは党政治局員の一人で、理論家として知られ、ドイツとの講和交渉の全権を務めたり、白軍との内戦では国防省として赤軍を統括するなど、華やかな表舞台で活躍していた。書記長として党の実務を引き受け、裏方に徹していたスターリンとは対照的な存在だった。スターリン広く、はこの二人を、ひまわり、と、月見草、に例えている。トロツキーがひまわりなら、わしはのに咲く月見草や。霊夢。そやのむさんの王、長島がひまわりなら、わしはのに咲く月見草、のパクリだろ。わらわら。つまりはこの二人、エリートのトロツキーに、叩き上げのスターリン。お互いに反りが合わない関係だったのさ。さて、後継者争いの方だが、これはスターリンの方が有利な立場にあった。スターリンは首都モスクワでいち早く情報を入手できたのに対し、南のコーカサスで病気療養中のトロツキーは、レーニン死去、の情報を知らなかった。そしてこの時スターリンは、トロツキーにレーニン死去の電報を発出するのを遅らせ、しかも葬儀の日付を実際より前倒しして知らせたのぜ。電報を見たトロツキーは、葬儀の日付までにモスクワへ戻れないと思い、葬儀出席を断念した。トロツキー抜きの葬儀をスターリンは主催し、追悼演説を行い後継者への道を確固たるものにした。でもレーニンの遺書はどうなったの？あれが公になったらやばいんじゃ？それなんだが、この遺書は、大会への手紙、とあるように、1924年5月の第13回党大会で公開されるはずだった。そしてこの遺書は、レーニンの死後、開封する、という条件が付けられていたのだが、今や書記局を通じて情報網を張り巡らせていたスターリンは、遺書の内容を事前に入手していたのぜ。遺書の内容を知ったスターリンは、政治局の同僚であるカーメネフ、ジノビエフと結託して遺書の公開を阻止した。
こうしてスターリンは後継者争いに勝利を収めた。やっぱりこういう時って綺麗事では済まないのね。こういう修羅場ではスターリンの方が一枚上手って感じね。まあ若い頃から、ゆすり、たかり、銀行強盗と汚れ仕事を重ねてきたスターリンにとっては、これくらいは朝飯前だったろうな。ところでここで一つ疑問があるのぜ。なになに？確かにスターリンはレーニンの後継者争いに勝利した。ということはスターリンは最高権力者ということになるが、果たしてそうなのか、ということだ。なになに？どういうこと？つまりだ。権力の源泉は何なのか、どこにあるのか、ということだ。ちょっと何言ってるかわからないわらわら。例えばアメリカなら大統領が最高権力者だ。これは法によって強い権限が保障されているのでわかりやすいだろ。はい。じゃあこの時のソ連はどうか。わかんない。そうなんだよ、わかんないんだよ。一応ソ連という国家で一番権力のある役職というと、おそらく人民委員会議議長だと思う。人民委員会議ってのはいわゆる内閣で、例えば外務人民委員は外務大臣、国防人民委員は国防大臣ということになる。で、その人民委員会議の議長だから総理大臣ということだな。じゃあそのポストについてる人が最高権力者でいいんじゃない？まあな、現にレーニンも亡くなるまでそのポストについていたしな。ところがこれがソ連という国のややこしいところだが、ソ連邦という国家の上にソ連共産党という党が存在しているんだ。よく聞く党が国家を指導するというやつだ。ああ、今でも極東アジアのあの国とかあの国であるやつね。じゃあソ連共産党の一番上の役職ってのはなんだという話になるのだが、これは党中央委員会政治局員というのが正解だ。だがこの政治局員というのは複数人、大体は5人以上で政治局を構成するんだ。これでは政治局を構成する政治局員の誰が最高権力者なのかわからない。その政治局には局長はいないの？そうなんだよ。政治局長というポストはないんだよ。レーニンも政治局員だったけど、役職上は他の政治局員と変わらない。ということは、レーニンの最高権力者としての源泉は、法による権限ではなく、レーニン個人のカリスマ性によるものということになると思うのぜ。じゃあスターリンの場合はどうなのか、ということだが。ここで、ちょっとレーニン死後の政治局のメンバーを見てみるのぜ。これらのメンバーは、皆レーニンのもと、革命の視線を超えてきた猛者たちで、スターリンに対しても、あくまでも同僚である、という意識だった。ええ。それじゃあスターリンは最高権力者じゃないじゃん。ただスターリンの強みは書記長として書記局を掌握していたことにあった。書記局は党の運営、実務を一手に握っていて、政治局が政策を立案しても、書記局が動かなければ政策を遂行できない。それだけが、スターリンの他の政治局の同僚に対するアドバンテージと言えた。つまりこの時点ではスターリンの立場は、権力闘争レースで頭一つ抜け出たぐらいで、まだまだ盤石とは言えなかったのぜ。それを踏まえた上で、この先を見てみるのぜ。ここからしばらくはスターリンを中心に政治局内での利害集散が続く。1924年末、スターリンはマルクス、レーニン主義の伝統である世界革命論から一国社会主義論への転換を提唱した。またなんかわからない言葉が出てきたよ。すまん。私もよくわからんのぜ。多分、共産革命を世界に広げよう、的な感じから、とりあえずうちら革命成功したからもうええやん、みたいな感じ、だろうと思うのだが。問題はこのことによって、政治局内の勢力バランスが変化したことだ。レーニンの後継者争いの時はハントロツキーでスターリンに着いた、カーメネット・ジノビエフが、スターリンの政策転換を世界革命の放棄、と批判し、トロツキーと共に反スターリンに回ったのだ。スターリン広くはこの頃のスターリンとジノビエフの興味深いやり取りを記している。レーニンの遺書の公開を阻止した我々に対する感謝というものを知らないのか。もちろん知っている。それは犬の習い性だ。このエピソードにはスターリンの告白さがよく現れていると思う。全体主義国家のリーダーにふさわしい告白さが怖い。さて、この時の闘争だが、新たに政治局員に昇格したブハーリンを味方につけたスターリンが党内多数を掌握、勝利した。結果、トロツキーは党を除名され、1929年には国外に追放された。ジノビエフ、カーメネフも政治局員を解任、党も除名された。
最大のライバルトロツキーを追放したこの時点で、初めてスターリンの権力が確立したと言っていいと思う。邪魔者を排除したスターリンは、ソ連国家の近代化を推進する。これが有名な5カ年計画、だ。知ってる？教科書にも載ってるね。これでソ連は農業国から、工業国家に成功したって書いてたよ。それ、ウプ主の中学時代の教科書だろわらわら。今の教科書で載っているのかどうか知らんが、それは5カ年計画の表の面しか書いていないな。5カ年計画の成果は、国民の悲惨な犠牲の上に成り立ったものだったのぜ。5カ年計画の眼目は工業化と農業の集団化だ。1928年になるとスターリンは全国で穀物強制徴発を開始した。スターリンは各地の党幹部を動員して、農民の保有穀物を安い価格で強制供出させた。そしてそれを輸出して、得た資金を工業化のための設備輸入に回した。結果ソ連の重工業は、急速に驚異的な発展を遂げたのぜ。うまくいってるじゃない？あくまで表向きはな。驚異的な発展の裏には、スターリンが仕組んだ極悪非道なからくりがあったのぜ。最初に農民から穀物を安い価格で徴収した、と書いただろ。うん。買い叩かれた農民はどうすると思う？そりゃあ、反対して抵抗するかもね。そうだよな。スターリンはその抵抗する農民たちを、情け容赦なくソ連全土に設けられた強制収容所に送り強制労働に従事させた。その数は最終的には900万人とも言われている。スターリン広くによると、収容所に送られた農民のうち420万から450万が1年以内に死亡、あるいは銃殺され、餓死者が350万人にも上ったとのことだ。つまり、5カ年計画による重工業化の裏には、大量のただ働きの労働者というからくりがあったのぜ。スターリンはこの方法の旨味に味を占めたのか、強制収容所の数は増え続け、農民たちは罪を捏造されて強制収容所に送られ続けた。ええ、何の罪もない人を強制収容所に送ったの？ああ、スターリンの決め台詞、シベリア送り、ってやつだ。その他にも、5カ年計画による急激な産業構造の変化は、深刻な問題を引き起こしている。それが、ホロドモール、だ。穀物を安価で強制徴収したことは、農民の労働意欲を低下させ、さらに強制収容によって生産性が著しく低下。結果全国的な食料不足が発生した。さらに恐ろしいことは、それでもスターリンは穀物の輸出をやめなかったことだ。結果、1931年から数年間にわたり、穀倉地帯ウクライナを中心に大飢饉が発生。数百万人の餓死者、犠牲者を出す大惨事となってしまったのぜ。ここまで来ると、私たちの倫理観、国家観では全く理解できないわね。この動画は、大粛清、がテーマだが、一般的に、大粛清、は1934年のキーロフ暗殺がきっかけということになっている。だが、その見方はあまりにも悲壮に過ぎると思うのぜ。自らの政策遂行のために、桁違いの数の国民を強制収容所送りにしたこの5カ年計画、こそ大粛清の開幕を告げる事件だったと思うのぜ。さて、長い前振りからようやく大粛清の入り口までたどり着いたわけだが、長くなってきたので、以降は次回ということでお願いします。またまた本題に入らないうちに次回というパターン。すみません。次回はいよいよキーロフ暗殺に端を発する大粛清の実態に迫ります。それでは、ご視聴ありがとうございました。